どうもこんばんは、サーディーカ。今日は何飲んでます？ハイボールじゃないですか。今日は焼酎かな。海外旅行に行きたい、ハワイに行きたい、タイに行きたい、いろいろ行きたいですよね。そんな中、皆さんが足踏みしてるのは日本での入国、水際対策での問題ですよね。果たして入国できるのか、無事に帰れるのか、隔離はあるのかないのか、陽性が出るのかっていうとこじゃないでしょうか。昨年の9月にですね、私スペインから帰ってきた時は、成田空港で3時間拘束されました。これはね、外国人がものすごく怒ってましたね。なんて国だ、日本はひどすぎる。それもね、ほとんどがね、アルバイトの方の、外国人の方で対応なんですね。だから言葉のギャップもあるしね、本当に大変でした。2022年の3月は、タイから羽田に帰りました。で、この時はまだ、PCR 検査がありましたので、1時間半で待たされました。でもだいぶ短縮されたかなとは思いましたよ。そしてね、この後まだご案内する、今回6月の成田への帰国です。で、なぜこんなことを僕やってるかというと、実際にね、入国をしないで、単純にね、情報、ニュースだけで、お話ししている YouTuber の方が多いので、全然内容がちょっとずれてることもありますから、私のようにね、入国されてる方もいますから、そういった方の動画をね、必ず見るようにしてください。まあ、ブロガーの方とかでね、ものすごい登録件数とものすごい再生件数があってもですね、それが偽りの情報じゃどうしようもないんで、私のように登録件数がなくてもですね、ちゃんと正確なね、情報を発信したいと思いますから、他にもね、いろいろ入国されてる方いますので、その方のアプローチをね、きちんと聞いて対応されたらいいんじゃないかなと思います。惑わされないでくださいね。まあ、ご覧になっていただければわかりますが、左側の男性の方が指導されてる方で、打ってる方が新人の方です。座席もね、事前にもちろん指定してるんですよ。しかしね、そのあたりもよく分かってないようなので、今の現在の、ジップエアでの帰国便、窓口気をつけてください。座席指定してでも違う席になる可能性も十分ありますから、きちっとね、確認しながらやられた方がよろしいんじゃないかと思います。これは添乗員として私からのお話です。6月が終わり、7月になるともっともっと混みますよね。で、この後ね、彼女たちみんな研修なので、ファーストクラスというかビジネスクラス以外は研修の方が入ってましたから、ものすごい混んでました。で、我々一番最初に並んでた方だったので、すぐ入れましたけどね、本当に早めに行かれた方がよろしいかと思います。これはもう現場の現地の情報です。で、中に入るまでにはね、お水は絶対に持ち込めませんので、封を切ってようが切って前が、持ち込めません。で、ビールとかお酒とかも、手荷物は持てませんから、そういうのは全部外してください。それから、小瓶とかね、シャンプーとかリンスとかそういうのも、よく気をつけてくださいね。よく内容確認して、ジップエアに書いてありますから、100ml 以下とかいろいろ規定がありますのでね、みんなそれ捨てられてますからね、気をつけてくださいね。LCC だとね、ちょっと分かりづらいかもしれないんで、そういう時は JAL とか ANA とかね、分かりやすいものを見てください。国際便の規定はほとんど同じですから、大丈夫です。先ほどね、我々は、スマートフォンの画面で、陰性証明を見せました。ファーストトラックのブルーの画面が出てたんで、それだけで大丈夫かなと思いましたけど、陰性証明求められました。逆にファーストトラックの方は全然求められませんでしたから、あれはあくまでも日本政府の、発想です。国際的には、陰性証明を必ず見せてください。断られます。それから、預け入れ荷物なんですが、スーツケースですね。こちらも、できるだけ貴重品のタグはね、行きのタグをそのままつけてた方がいいと思います。こういった新人の方が対応して、もしこれで指導員をする人がいないとですね、そういったことを忘れちゃって、やってくれない方もいるかもしれない。何それって方もいるかもしれないので、日本ではないですから、そういったアクシデント、気をつけてくださいね。今、二人で確認してましたよね。私は質問しました。このタグは、成田からバンコクに来るときにもらったものですけど、それでもいいですか？ OK 出てましたから、向こうでね、わざわざ書いてもらうと、また時間かかるんでね、それでいいと思います。で、もっと言ったら僕はね、チェンマイに行くときのタイスマイルののもそのまま貼り付けてましたから、それぐらいやっといた方がいいです。スワンナプームはね、どうしても投げられますから、足が折れちゃうともう嫌なのでね、そこはね、本当に気をつけて対応された方がいいと思います。今ね、私ジェスチャーしてましたけど、事前にね、予約していて、
てもこうやってもう一回ねシートをどうしますかみたいなわけのわかんない質問されますんで、確認しろということで 18H 行きも帰りも私は 18H の、非常口を取ってたんで、そこだからもう一回確認してくれって言ってちょっと強く言ったらやりましたけど、よくね確認してください。そうしないと全然違う席、もしくは指定してたのに違う席になってね、ほんと新人さんの担当者レベルの話で、二度とジップエアに乗りたくない、それから帰りの時間の5時間半が非常に苦痛な時間とかいろいろあると思いますから、お互いね気持ちよく行けるように相互確認をしましょう。それは添乗員からのお願いです。普段でしたら帰国のカウンターはあまり取らないんですけど、やっぱり今回ね一番質問が多いのがやっぱ帰国なんですよね。帰国についての、質問、心配、不安、日本に入国だ、入国編もやりますから、この後ね動画の方準備してますので、お楽しみにね登録必ずしていただければと思います。まあ、成田空港はね、撮影していいところと悪いところありますけど、一応悪いところで、係員の外人の人捕まえて、いいってカメラいいって言ったら、うんうんって言ってたから、私はそれでいいという許可を取ったということで撮ってますから、少しでもね、皆さんのお役に立ちたい、タイに行きたい、海外に行きたいっていう気持ちがね、少しでも叶えられればと思って、細かいことですけど、やらさせていただきました。やっぱりね、僕は添乗員です。YouTuber でないので、YouTuber の方は、朝流れてるね、ニュースを見て、YouTube 上げれば、再生回数は増えるかもしれませんけど、やっぱ本気のものをね、伝えたいと思いますので、添乗員目線で頑張ってますので、登録の方、お願いします。バイバイ。